んな事故形態に対応した全身の予防安全パッケージ、レクサスセーフティーシステムプラス A を新型 LS に搭載しました。レーントレーシングアシストは従来に比べ強いカーブでも車線を維持し、ふらつきのない滑らかな走行を可能とします。カーブへの進入速度が速すぎると判断した場合、緩やかに自動減速しながらステアリング操作を支援。先行車の軌跡や車線認識に加え、ナビゲーションシステムの情報も利用し、レーン中央の走行を維持します。強いカーブなどの通過時に車線から逸脱しそうになると警告を行います。実車ではステアリング振動による警告も選択可能です。レーンチェンジアシストは周囲の安全を確認しながら車線変更の支援を行う技術です。ウインカー操作により車両周囲を確認し、追い越し車線が安全だと判断するとブザーで合図。最適なタイミングでステアリング操作の支援や加減速の制御を行い、車線変更を実施します。車線変更後はウインカーを自動で消灯し、レーントレーシングアシストに移行します。フロントクロストラフィックアラートは交差点での出会い頭の衝突を予防する技術です。左右から交差してくる車両の接近を検知し、ヘッドアップディスプレイで警告。ドライバーが発進するとシステムが判断した場合にはブザーにより注意を喚起します。車両が通過した後、発進とステアリング操作はドライバーが行います。上下2段式アダプティブハイビームシステムは夜間走行時の視認性向上に寄与する技術です。ロービームでは左の歩道を歩く歩行者がはっきり視認できません。システムを作動させることで先行車や対向車への眩しさを緩和しながら、歩行者や上部の看板などを十分に視認でき、夜間の安全な運転をサポートします。新開発のプリクラッシュセーフティーシステムは歩行者に対する衝突回避と被害軽減を支援します。ブレーキ制御だけでは衝突回避が困難、かつ操舵制御による回避が可能とシステムが判断した場合に自動で操舵制御を行います。究極の目標として掲げるぶつからない車を目指して、レクサスはこれからも歩み続けます。